グッドパッ、グッドパッ、パッ、パッ。揃わねえ。さっきやったな。じゃあ、ここで分かれた。じゃあ、ここで。ここで伸ばすか。はい。はい。パール。はい。はい。今日のルールでやればいい。そうだね。このテーブルポケットはどんな感じですか。すごいですね。狭っていうか、どう測るの。わあ。エッジがね、ちょっとポケ、うん、普通のポケットと違う、こういうツヌカみたいなポケットになってるんで、ちょっと測り方がわかんないんですけど、相当狭いですね。うん、これは入んないね。こうだからね。なるほど。でサイドがこんな感じだから、まあほぼサイドがいいのかな。ほらと逆で、ここに当たるともう入らないんですよね。うん、あ、そうなの。入る。なんだろう、なんかそのギリギリ。ああ。ここに入ると入るね。それそうだ。あ、そうそこがもう入らないな。こういう感じ。そこがギリギリなんじゃない。青もあるんですね。結構走るね。うん、めちゃくちゃ立ってない。すんげえ立ってないです。一回100円なんですよ。これ100円。はいはい。一回ね。もらえる。一仕事。一仕事10円です。10、20、30はい、140円。急にすごい。お、1個入った。お、2個入った。すごい。あ、で、4畳半いい。これ100円。マジ、すごいじゃない。だってローボールでしょ。ロー2個入りました。ロー2個入った。はい。そう、いや、ガガガガだよ。見た感じガガ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 。アラの花台に比べればね。確かにね、見えてる角度はもうないっすね。全然、全然ガバガバ。こっちの方まで来てほしいです。あ、まあまあ、ナイスですよ。そこナイスです。あ、ここまで来なくていい。この辺でいいですよ。あ、もう多い。一注文多い。一注文多い。全然違う。そうかな。全然違う。もう終わって、あれだ。終わってくれない。はい。はい、どうもこんにちは。こんにちは。入るの遅すぎるでしょ。いつまでかなと。静かに見てましたよ。ああ、そうだね。今回はね、長いんですよ。うん、すごい喋ってます。なんか、あの、初めての台だから楽しかったですね。うん、さあ、今回は、はい、あの、福田豊さん、うん、ジャパニーズドラゴンね、はい、が代表を務める JBT、ジャパンブラックボールツアー主催の、はい、プレデターエーペックステーブル体験イベントということで、はい、あのブラックボールトーナメントだね。はいはい、みんなでね、うん、参加してきたわけだけども、うん、はい、どうでしたゆりちゃん、ブラックボール楽しかったね、うん、あの8ボール自体あんまりその大会として、うんうん、ないですよね。日本の場合あんまないからね。うん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 、ちょっとそれ自体で珍しかったし、まあおじさん個人的に8ボール好きだから、うんうんうん、まあ、ちょうどいい大会がなんかできたなということで、ちょっと様子見がてらね、はい、で行ってきたんだけども、でこの動画がその、行った時の日の最後の、まあ、試合全部終わって、うんうん、これも全部終わった状態で、はいはいはい、まあ、ミーマンだけね、もう帰っちゃって、で残った人たちで、まあ、ずっといろいろその他の、まあ、テーブルもそうだけど、うんうん、
遊べるっていうことで、ね、すごいですよね。だからあの、まあ、エントリーフィーこの日3000円だったんだけど、うん、あ、女子2000円で、あ、女子2000円だったの。そう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 。で、結局1日遊べるからさ、ね、そう、めっちゃお得ですよね、うん、いや、そういう意味では本当全然他のハウスに比べたらもう全然お得、そうそうそう、だし、あの、これ今やってるのチャイニーズエイトっていう、うんうんうん、まあ、そのスヌーカーのね、テーブルになるのかな、うん、あの、一応9フィート台なんだけど、うん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 、ポケットがさっきね、見た通り丸くなってるスヌーカーの感じの、うんうん、スヌーカーの感じっていうか、スヌーカーだよね、もうね、まあまあそうですよね、うん、構造は完全にそのリターンしないこのスヌーカーの感じで、これで、まあ4人いたんで、ペアマッチをこの日と同じフォーマットで、やってる、ね、あ、まあ、みんなでやったっていうことだから、はい、まあ、2ゲームっていうか、なんつうの、2セット、はいはいはい、で1-1だったらブラックボールになる、うんうん、もつれるし、うんうんうん、っていうようなことをまあ最後にね、みんなでやったと、うんうん、まあ、いうことですけども、う入んない、入んないよ、とにかく入んない、全然入んないよ。っていう感じなんで、まあ、あの、セーフティー合戦になっちゃうからさ、そうですね、だからこの辺が多分ね、流行らない理由なのかなと思ってんだけど、うんうん、なんかどうなんだろうね。まあね、こうもつれるとさ、ずっとじゃん、うん、ずっとセーフティー、セーフティーみたいな感じだった。そう、それがゲームとしては俺好きなの、楽しいと思うんだけどね。まあ入れたいって人も、まあ入れたいっていう人のが多分圧倒的多数なんだろうな。本当にうまいと入れれるんですよね。そうだね、まあこんな感じでね、全然入んないんだよね。 あれも甘いポケットだったら多分入ってるぐらいの感じのやつも5とか6とか入んないからね。これまだいけない、まだいけないってなりますよね。あ、うまい、ナイス、レモン。あれ究極のイレイチでしょ。だこれも完全にセーフティー。いや十分ですもんね、あっちで。まあこれでもう全然十分の、うんうんうん、6番があるのか。あ、でもね、ずいけどサイズはこれうまいね、ナイス。で今これゆりちゃんたちがローボールでしょ、うん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 、で5番サイド行って、あ、入った、入ったね、入ったけど出てない、うん、これだから本当に入れるだけで結構、うん、もう大変だからね。さあこれはこれもセーフから、いや頑張ってね、取りに行きたいと。あ、2を右上コーナー行って、で7に当たるかな、当たればなんかうまいこといくんじゃないみたいな。おー、うまくない？じゃあこれはうまいね、これはうまい。あ、7のメキもいいじゃないですか。で、8にも出せそうじゃん。ちょっと、左つかないといけないくなっちゃう。バターで行くのか。入った。バター、おっと、ギリギリ止まったね。大丈夫じゃない？いける。さあ、こういうのですらちょっと嫌だから。ね、うわ、すっげえ叩いた。マジ、クワさん。マジ？おっと、サイト。あ、すごい、助かった。これでやっと1個です。結構取り切ったね、うんうん、後半ちょっと ね、 ね、いい感じでした。急にあの感じでね、いければいいんだけど、そうですよね、まあそうはならないですね。ならないね。で、ね、このブラックボールなんだけど、はい、この日エーペックステーブル、プレデターのエーペックステーブルっていうことで、うんうんうん、まあ、最後のね、そうだった、そうだった、チャンスで、うん、まあ、もう返しちゃって、もう日本にはないのかな、ね、この後、本格的な、うんうん、イングリッシュ、はいはいはい、プールの7フィート台、うんうんうん、まあ、それもあのスヌーカーに近い感じのテーブルなんだけど、うん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 、あれがとりあえず
8台。おお、8台すごい、うん、8台搬入されて、うんうんうん、将来的にはまあでも10台16台かな、15台か16台か、確かに置けそうですね、うん、いや広さ的にはもう全然全然置けますよね、うん、でその7フィート台が8台と、うんうん、あとね、アメリカンプールの8フィート台と、スヌーカー、普通のスヌーカーの、12フィート台、あ、普通の広い、うん、そう、あとまあ普通にあのブランズウィックの9フィート台がこの日も置いてあったけど、それはそのまんまかな、置いてあってっていうことで、このここね、あのまあビリヤード好きな人は結構天国、いいですね、すごいよ、いろいろできる、うん、すごい、もう日本にこんな施設ないし秘密500円ちょっとね、アイリッシュパブとかでそういうセブンフィート台ね、置いてあるところがちらほらある、そうなっていう話なんだけど、まあ、こんだけ集中して置いてある台っていうのは日本広しといえどここだけなんで、もうね、今ちょっとイルマ暑いんですよ、おお、あ、うまい、この切り返しはうまいし出ないし最高じゃない、ヨネさん完璧、完璧です。なんでその次の大会は、うんうん、このブラックボールをね、はいはいはい、5月のどっかでね、うんうん、まだ詳細未定なんだけど、うんうんうん、まあ、決まったらまたお知らせしようかなと思ってるんだけど、とりあえず台の設営の状態とかね、うん、おじさんちょっと撮影してきたので、うん、その辺の模様も今度ひろたまで、うんうんうん、ご紹介できればとい ふうに思ってるんですけども、うんうん、とりあえずね、うん、触りだけちょっと、はい、話しておくと、うんうん、今回その新たに導入したこの7フィート台なんだけども、うん、まあ、イングリッシュプールってこれイングリッシュプール、うん、7フィート台、はいはい、本番のねイギリスでは、うん、なんかもう超有名な、それでもう何ていうの、まあ、日本でいう全国大会みたいなのが開催されている、うんうん、そこで使ってる公式のテーブルそのものが導入されるってことで、ポケットがさ、はいはいはい、さっきもちょっと言ったけどスヌーカーのね、うん、見た目はスヌーカーの感じなんだけど、はいはいはい、渋め渋めで入んない、うんうん、入んないと思うじゃん、うんうん、ボールそのものが違うんだよ。あ、そうなんですか。そう、まず、うんうん、さ色が、はい、まあ、手玉球ボール白と、うんうん、まあ、ブラックボール黒はあるじゃん、はいはい、あとはあ、まあ、なんていうのエニーボールでノーコールだから、はいはいはい、あ、そういうことか、あと2色しかない、そういうことか、ハイとローの赤と黄色みたいな、もうだハイとかローとかじゃなくて、あ、そういうことか、うん、まあ、ストライプでもソリッドでもなくて、ね、赤とオレンジかな、オレンジなんだ、へえ、なんか見たことある気がしてきた、そうそう、見た目はね、うんうん、なんかスヌーカーになんかちょっと近いっていうか、はい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 、でちっちゃいのよ、あ、スヌーカーのボールよりちっちゃいの、え、そんなに、もっと言うとビー玉、的玉と手玉、ビー玉ってセブンフィートにビー玉って一生入んないでしょ、それちっちゃいつけないよね、何でつくの、爪楊枝つくしかないじゃん、ね、キューボールとオブジェクトボールの直径が違うの、はい、違うの、それはやったことないな、そうだから、でもそれ正式なね、そのボールも向こうで使ってる正式なボールなので、キューボールの方がちっちゃい、あ、だからなんていうの、直径が違うから真ん中に当たらないんだよ、そうですよね、まだ全然元玉の真ん中に当たらない、その辺どういう動きになるのか、厚みはどうなのかっていうのを、うん、またね、そう、次回の動画でご紹介できればと、はい、思います、はい、はい、ということでじゃあ実況の方にね、はい、そろそろ戻りましょうか、はい、今テーブルはどういう状況になってるかというと、我々がソリッドボールで、うんうんうん、
て普通に大きく1番を外してっていうところですね。今これレボン。あ、見えないの、おじさん。おじさんそこにいると見えないよ。あれ、すっげー見えない。今入れた気がするけど。まだ立ってるね。俺めっちゃやっと気づいた。普段ここでね、撮影しないからね。確かに初めて置いたからね。俺としたことがあヒロさんが持ってる。他の人なら分かる。他の人なら分かるけど、あれヒロさんだって。俺が他の人がカメラの前に立って俺が注意するやつだね。結構ガツリ。そこ立ってると映んないよっていうやつ。ねえ。あ、さあ。1、4、3、2、8。1は絶対1だよ。あ、それができるの。はいはい。だから1から4に出せれば、いけそう。1、4、3、2、8でいいんじゃないか。8か。1、4、3、2、7、8かな。やべえ、届かない。まず1かな。祭りが今始まってる状態なんだよね。あ、そうだった、そうだった、うん、祭りね。祭りこの後ね、何回も始まるからね。何回も祭り、はい、祭りですってやってました。さあ、これ米さんは直引き行きますか。ヒロさんの真似してた。なんだっけ。簡単ですって。簡単です。アンド、この手玉直接シュートね。そうそうそう、完璧です。完全に真似してるね。完璧です。ヨネさんすごい、ね、すごいよ。気使いすぎですね。完全にヒロタマ分かりすぎてるね、ヨネさんね。いっぱい見てくれてる、うん、ね。あ、これね、これね、これはちょっとやらかしてますね、さすがにね。ちょっとね、あと2個だったんだけどね。さあ、また祭りが始まってますね。3、2、7、4、1、8。3ですよね、ヒロさん。1じゃないよ、3ですよね。ヨネさん的にはここで1いってほしいんだよね。あれ、いやいやいや、好きなやつでいいです。次に難しくなるから。まあここで3行くより、1取ってセンターあたりに出せば、あとあの4つは処理しやすいってことなんじゃない。これさえ入れば。これが入んないんだよね。あ、これはね、うまい。お、手玉がいいです。まあ、うまいっていうか、たまたまそうなっただけだけど。でもまあ7番に隠れて、だからストライプはあと1個か。そうなんです。ピンクが残ってる。ジャンプはきついそうだな。ジャンプ OK なんで、あー、釣れちゃったね。さあ、祭り第2弾ですね。祭り第3弾じゃないですか。祭りはそうしちゃってる。これフリーボールはね、さすがに。取り切りたいね。から8につなげるか。3からだよね、多分。あ、うんうん、一番取りづらそうな。3、1でいく。え、違うな、どういくんだろう。3、2か。あ、これはどこに。3左上コーナーで4に出すのか、うん、で3が入んないで、舐めると入んないんですよ ね、 ね。あの距離はね、入んない。でも安静が効いてますね、うん。まあでも初級のは選択は合ってたんじゃない。うん、うん、外してもこうなるから。そう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 、始まってんですよ。始められてないんですね。これを手玉をどこに運ぶか。そうね。さあ、どうなんでしょうか。さあ、祭り来たね。第3弾かな、第4弾かな。
完成。どうすんの2番。2番どこ行くの。あ、2番サイドか。うわ、全然違うね。聞いてる聞いてる聞いてる。聞いてます、ね、いや、いいですね。聞いてない。聞いてない。聞けないけど、まあ。聞いてないけど。まあ、むずいよね。まあ、入んないんだよね。まあ、これ外しても、まあ、割とむずく残るんじゃない手玉がこっち側にあれば。全然でもない。そうそう、これだったらもうね。あ、ヨネさん。やっと祭り。やっと祭り来たよ。まだ、全然まだ玉数が減ってない。これはね、4… 3もう3の次言うのやましょう。入れてからか。それは1個入れようか。とりあえず3を入れましょう。3、2… 固くなに言ってる。ちょっと右入れるでしょ。そうですね。はいはい。3とにかく右入れて3。全然路線の感じがつかめないよ。これでもね、右入れただけで、あ、入った入った入った。あ、いいんじゃない。聞いてもこれは2番サイド取ってるから、まあ1だろうな。あ、じゃあ1行こうかな。1、2かな。言っちゃうのね、どうしてもね。なんかね、次これに行くよってね。これ1が入んないんだね。いやー、惜しい。ああ、見えてない。見えてないでしょ。ガッチリガウトでしょ、これ。見えてはいるかな。見えてんのかな。あ、なんか、なんか変な。やっちゃってるね。フリーボール祭り。さあ。何の祭りなの？何の祭りなの？もはや何の祭りだか分かんない。祭れてないからね。これはでもね、ただ8がもう右のシュートなくなったから。8ない。8ない。で8とピンクの間に出さなきゃいけないわけでしょ。それもきついからね。けどさあどこからつなげるか。人が大変ですね。どっから行くの？7から行きたい気がするけど。こうしてみるね。7押し玉でそうだね。7押し玉で。2か4か1って言ってました。2か4か1。全部じゃん。違う。違うの？あ、こっち？あ、そうだ、それだ。四かな？七を遠い方だと多分外しちゃうから。確かに確かに。ちょっと四、こっちがいいんじゃないって。手前サイドで四行って。って言ってもね、そうならないんだよね。これは。内部出る。入ったけど出てない。コーナーの方がいいかな。出てないって言ってね。コーナーに出す。全然押し切ってないね。出てないの。コーナーにめちゃくちゃ出てる。で、すげえ筋肉点かな。まあ4コーナーね、押し玉で行って、いい感じですけど、向こうの町に入ればね。これ無理ね。もうミドルが入んないからね、もう。いやー、本当に。これだからな、9フィート台より広く感じるんだよね。確かに、そうかも。あ、サイド行った。行った。うまい。あ、ちょうちょうバター。うわー、ナイスクラッチ。これでも出てるよ。どうしよう。そう、これね。そう、祭りですね。祭りたいけど。セーフティー無視。いやー、セーフティー。そうだ、あれですらそう、フリーボールしたくなるぐらい、うん、本当に無理。8番のシュートはきついんだよね。きついきつい。いや、これ引いて8に当てて全然無理無理無理。あ、それもあるね。あるけど無理で、どうなるか分かんない。8番、8
一番な、まずこれも入るかだよ、ほんとこれ入れたね、攻めに行ったね入れちゃったってことは本当はそう、残して穴前に残し手玉の辺だったら1に行きづらいかなみたいな、まあ確かにそうだ、そっち狙いだった。2で2だね、で、これセーフティー、ね、8で2でしょ、8、2、1、8、2、1、8。ふわさんが8位と2位出してくれるっていうね、そういうプランですね、セーフティーです。セーフティー、 8、 8、これセーフティー、セーフティー、攻めてるよ、攻めてるよ。あ、いいじゃない。あ、でもちゃんとそう、手玉は絶対こっちで、うん、はいはい、素晴らしい。一応なんとかね、いいとこに持ってきたかった。はいはいはい、うんうん、これ2、1、8、2、1、8、お、2は通ってるのかな。これは祭りです、祭りですよ。いや、通ってないから左行くんじゃない左行くのか、左だ、左行ってぐるっと回すっていう絶対入んないやつね。八、きついな、無理です。いやでもしっかり1位出てますから。これこそ行く。マス8、2、1、8だよ。これでも多分あの入れに行くけど残りを気にして。8、2、1、8。ストローンってつくね。8、2、1、8だね。さあ、さあ、2、1、8。2、1、8。同じことです。2、1、8。1、サイド。あ、ここですね。はい、絶対入んない。これはきついなぁ。でも外した後もそんな良くなんなそう。2、1、8。全然薄いね。いやどうだろう。あ、これね、どうこさん、これはいけんじゃない。無責任のやつね、これはね、これはなぁ、どうなんだろうな。わ、叩いたね。うわぁ、追っかけスクラッチ、追っかけスクラッチ。手玉入るんだね。2、1、8、はい、祀ってください。これだ、これですらね、きついね。これどっちでもいいやつ、まあまあ2、1、8だよね。2、1、8なんだけど、そこでしょ、だって玉1個でしょ、これだから玉、うん、ちょっと振り間違えるともうきついからさ、うんうん、ほんの玉1個だけ前に出して1、8の振りを作るっていう、うんうんうん、できちゃいましたね。うわー、完璧、完璧。これ外すばかりね。あ、ちょっと、こっち来て、ここで待ってます。そこね。いやー、むずい。さあ、まあね、まあ、これはいくんじゃない。うまい、ね、ナイス。あ、完璧じゃない。完璧、完璧、素晴らしい。そう、さしとく、素晴らしいよ。それ外しと、これはさすがにいくでしょ。噛まない、噛まない、噛まない。あー、ナイス。おー、ナイス。もうこれで1-1だ。これやっと1-1。長いね。長いよ。あ、これでブラックボールですね。はい。ブラックボールで、マーキングどっちだ、どっちだ。あ、そっちだ、そっちだ。取ったから、どうしますか。選んでください。先にやで、バンキングの決定権がそっちだから。あ、ヨネさんどっちの方ですね。ヒロさん、ヨネさんの方が先取ったから。あ、そかそか、決定権あって、 で高校でって言われたので、先にやらせるってことね、うんうん、で、この雨はね、攻める。この雨攻めるから、絶対攻めるでしょ。攻めます。バンク、そうだよね。でここで攻めたくないけど、守りが難しすぎて。でも守りに行った。あ、セーフティー行きました。珍しい。まあ、いいんじゃない。玉クッションだったけど、これはね、うまく調調に分けたけど。さあ、ヨネさん、これは攻められるのかな。攻めそう。攻めた。あ、攻めた。あれ入んないの。出た。分かりすぎてる。持ってるね。持ってるね。これあれ
ルでしたよね。本当はもうファールしてた負け確でしたよね。なんか試合でやった時はなんかいや8番がねテーブルに残ってる場合はブラックボールの場合は続行なんだ。あ、これ入れるだけ、うん、両方入ったらダメなんだけど、うん、これをクワさんが抜くんですね。分かってるね。あ、そうなんだ。ファールした時点で負けだよって私言われちゃって。あ、ブラックボールはねちょっとここが特殊なんだけど、うん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 、8番ボールがテーブル上に残ってる以上ゲームは続行されるんだって。そうなんだ。フリーボールで外したら終わるやつ。エイトボールだとね、もう終わりだけど、なんかね、エイトボールはそれは終わんないんだけど、だからこのブラックボールでこれだけはもうファールした時点で終わりなんだよって、なんか審査員の方、審判の方に途中言われて、そうそうそう、あ、そうなんだって思ってた。違うのか、追っかけで両方なくなったら、そうそう、それはエイトボールとしてもそうなんだけど、はいはい、なんかこのブラックボールディサイダーは、うん、もう当たんないだけでも負けだよって言われちゃった。ああ、そうなの。うん、わかんない、ちょっと私も聞いた話なんで、うん、ちょっと俺の認識とは違う。いやー、サイド来たね、サイド見る。これはサイドだからさすがに行くんじゃない、クワさん。ね、さあ、やっと入んないんですね。いや、これは来たんじゃない。さっきの終わりと一緒。そうだ、まあ、そうだね。最後の祭りですよね。はい、見てください。ファイナルフェスティバル。はい、ジェットフェスティバルですね。やっと終わった。はい、ということで今回もありがとうございました。はい、ブラックボール皆さんもやってみてください。